今までのセンターデフに比べると、はい、これはどういうふうにいいんですか。今までのセンターデフですと、トルク配分が常に50対50と、はい、もう一定だったんですね、トルク配分、はい、ところがこのトルクセンシングは走行状態によりまして、はい、25対75ぐらいの範囲の、はい、範囲内でトルクの配分が行われるということでございます。この四輪駆動もなかなかうまく考えられていまして、前に前輪駆動用のエンジンが縦に乗っかっておりまして、そのトランスミッションの変速機の後ろから軸を取り出して後ろの車軸につないでやって四輪駆動を成立させるんですが、この後ろのデフ、後ろへ駆動力をつないでやる、後ろの車輪に駆動力をつないでやる仕掛けが実に変わったデフを使ってまして、当選デフと呼んでいますが、絵を見たぐらいじゃどういうふうに回ってどういうふうに駆動力をつないでいるかわからないとこういうようなものですけれども、トルク伝達効率の高さではこれが一番いいと言われているものです。クワトロという車の開発の狙い、それからこの車の特徴について、お話を伺おうと思います。よろしくお願いします。はい、それでは本日はアウディ80シリーズの中のアウディ80クワトロについて、ご紹介させていただきたいと思います。アウディの中で初めて、このクワトロというシステムを導入されましたのは約8年ぐらい前でございますね。1980年の春、ジュネーブオートショーで初めて登場いたしました。でそれまで、4WD というのはオフロードのイメージが大変強かったわけですが、このアウディクワトロによってですね、この高速走行中においてもあらゆる路面状態に安定した駆動力を持つという新しいコンセプトを持った車としてセンセーショナルな話題を提供しまして、同時に高い評価を受けたわけでございます。でこれをきっかけとして世界中の自動車メーカーがフルタイム 4WD の分野で新しい開発にしのぎを削っておりましたが、その中でまたアウディがこの分野での新しい1ページを開きました。でそれが今日ご案内いたします当選デフという新しいクワトロシステムが搭載されたアウディ80のクワトロでございます。でその開発意図はまずあらゆる路面状態においてより確実に多くの駆動力をしっかりと路面に伝えること、2番目がフロントウィールドライブ車と同様に運転しやすく、なおかつミスをカバーできるハンドリングを持たせること、3番目がマニュアル操作によるデフロックの機会をできるだけ少なくすること、で最後が機械効率が高く信頼性がありデザインがシンプルであること。アウディはこの4つの命題を掲げてニュークワトロシステムの開発を進めてまいったわけでございます。で今日このような目的のためにまず考えられることはエレクトロニクスを使うアプローチではないでしょうか。しかしアウディはあえてメカニカルなシステムを選びました。でそれが当選デフ、すなわちトルクセンシングデファレンシャルの略です。でその特性は駆動力の前後配分は通常の走行状態で50対50なのですが、当選デフの場合道路の状況によって前輪が75、後輪25、あるいは前輪25、後輪75の範囲でトルクスプリットが行われます。すなわち複雑な負荷部品やエレクトロニクスなしでいかなる瞬間にも理想のトルク配分を可能にしているわけです。でさらにリアデフロック機能、
ABS などが標準装備になっており、エアロテクノロジーによって洗練されたニューアウディ80のボディにクアトロの機構を搭載したニューアウディ80クアトロはスポーティー&セーフティーな車、より高性能で個性的な車を求める人々にアピールし、アウディ社の技術による先進というアウディ鉄マークを証明する車種として重要な位置を占めております。ニューアウディ80クアトロは今年3月から全国で発売され、88年モデルとしては200台の販売を予定しているということでございます。ぜひお近くの店でお試しいただきたいと思います。ありがとうございます。この車には右ハンドル仕様がありませんで、左ハンドル仕様だけなんですが、もう一つはオートマチックがありませんで、みんなマニュアルの5速の変速機付きです。で、今高速道路を時速100キロで5速で走っていますが、この時のエンジン回転はざっと3000回転で、ドイツの車も日本の車もそうなんですが、この頃は燃料をケチるための5速ではなくて、加速力もかなり加味した5速のギア比を使っています。国産車では5速で時速100キロと言いますと2500回転、まあ2リッターのエンジンでしたら2500回転も回せば間に合うように設計したものですが、この頃はそうではなくて瞬発力のある印象にするためにギア比が全体的に下がっていますが、ドイツの車もそれに習いましてというよりは、ドイツはこのぐらいのパワーを持たせておく、トルクを持たせておくというのが必要だと考えているんでしょうかね。大抵の車がこんなギア比の設定になっています。4速ではどうかと言いますと、4速での時速100キロはだいたい3600回転ぐらいです。当然3速でも出るわけですが、3速ですと随分回ります。5500回転ぐらいで時速100キロです。で、この車のエンジンを見てみますと、もう本当になるほど、エンジンというのは鋳物で作るんだなという感じの、外から見ると雑白な感じのデザインのエンジンですが、110馬力を出しまして、この110馬力の出方がなかなかそのトルクフルで、粘り強い感じのエンジンでして、使っていても気持ちのいいエンジンですね。DOHC でもなければ4バルブでもない、なんでもないエンジンなんですが、高回転で分回しに強くて、しかも高回転域でどちらかといえば燃料が食わないような設計になっています。で、燃料の供給はキャブレーターではなくて、インジェクター、噴射ポンプを使って、燃料を引き出しているタイプのものです。で、この乗用車のスポーティーな四輪駆動の車を量産することでは、アウディが世界で初めてだったわけですが、この四輪駆動もなかなかうまく考えられていまして、前に前輪駆動用のエンジンが縦に乗っかっておりまして、そのトランスミッションの変速機の後ろから軸を取り出して、後ろの車軸につないでやって四輪駆動を成立させるんですが、この後ろのデフ、後ろへ駆動力をつないでやる、後ろの車輪に駆動力をつないでやる仕掛けが実に変わったデフを使ってまして、当選デフと呼んでいますが、絵を見たぐらいじゃどういうふうに回ってどういうふうに駆動力をつないでいるかわからないというようなものですけれども、トルク伝達効率の高さではこれが一番いいと言われているものです。で、細部を見てみますと、ドイツの車作りというのはアメリカともイギリスともフランスともイタリーとも日本とももちろん違っていまして、
実に合理的で理詰めに作られています。お見せできないんで残念なんですが、このシートの取り付けは、敷居と車のこう敷居に当たる部分、それから真ん中に軸が1本通っていてトンネルが、走ってるわけですが、そのトンネルの側面を使って指示しまして、床は平らで床には何も付属品をつけないというやり方を取っています。おかげで足元は広くて、この車は四輪駆動で複雑な駆動系を持っているのにもかかわらず、前の席も後ろの席も前後方向にゆっくりしたスペースを確保しています。で、頭上高も同じで、まあ、私は例によってアップライトに座っていますし、椅子を今高い方にセットしてあるんですが、それでも、まあ、手のひらが2枚は楽に入る空間を持っています。天井は梁天井です。この車のデザインのユニークなところは、実はそのフラッシュサーフェスといいまして、ボディの表面がツルツルに仕上げてあります。で、そのためには随分新しい技術を使っているんですが、今ここでエンジン音を下げてみましょうか。こうして走ってみますと、タイヤと路面で作る音以外はほとんど聞かせません。実にうまく空気を流しています。で、乗り味もドイツの車はゴツゴツしたところがあるもんですが、このアウディのクワトロについてはそういうところがありませんで、しなやかな、いい感じで、走らせます。例によって、VTR の取材をしながら走っていますから、スタッフを含めて4人で乗っていますが、この荷重で、実にいい具合、それじゃ2人で乗ったら硬いかというと、2人で乗っても実にいい具合に、乗せます。で、これは低速から高速までほとんど味を変えません。四輪駆動の車はアンダーパワーに感じてしまうことと、それからステアリング系が、ちょっと鈍くなった感じがするものですが、さすが元祖だけありまして、この車は歯切れのいいハンドリングが保証されています。もうどの位置からステアを始めても必ず車がついてくるという走り方をします。中央俯瞰帯幅が比較的取ってありまして、この部分については鈍感になっていますが、ここから先は実にいい具合についてきます。それでその車がハンドル操作についてくるときに、頭を比較的覆うように振ります。いいですか。車線を左へ乗り換えます。割合に大きく振るんですが、この振り方が あまり危険感を伴わない。実に、こう長い経験ってのは恐ろしいもんですね。で、日本の車ですとグナグナのもう恐ろしいほど頭を振るか、もしくは妙に突っ張らかって、足で突っ張っているかどちらかですが、これはそんなことはありませんで、ほどほどに路面の具合をドライバーに伝え、車の状態をドライバーに伝えるようにボディトーキングをします。この辺がこう車の好きな人にはたまらないところですし、なんとも技術の上では悔しいなと思わせるところなんですが、このアウディは新しい新型の80になってからひときわ洗練されて、さらにいい感じになっています。で、アクロ脱出用にはまあ、四輪駆動のフルタイムとはいえ、どれか一輪が滑りますと、トルクが抜けまして他の三輪にトルクが伝わらなくなります。そこで、センターデフをロックしてやらなきゃいけないわけですが、この車にはセンターデフロックがここについてまして、このボタンを押すと、
こうセンターダイフがロックされるようになっていますが、古いタイプではレバーで行っていました。ところがこれはアクチュエーターを使って、自動的にこのボタンを押すと起こるようになっているようですが、一つ古いタイプにない仕掛けとしては、走行中にデフロックを起こそうと思っても起きないということです。これは多分車が走行中に変質するのを恐れて、今までやっていた仕掛けをやめてしまったものだと思います。一度車を止めてそしてボタンを押してやるとデフロックが起こるというタイプに変わりました。ハンドルはパワーステアリングでして、まあ、ドイツのパワーステアリングとしては、油圧の解除、油圧の、ソーダを助ける圧力が高い方でして、やや軽めに操作することができます。で、これも従来のパワーステアの成立のさせ方と少し違っているように思いますね。視界のすっきりしたシックスライトの横方向にサイドの窓が左右に3つずつ6つあるタイプ、シックスライトと言いますが、それでいて、妙に大きさを感じさせない、なかなか理屈っぽいデザインの車で、しかも四輪駆動としてはよく熟成されていて扱いやすい、まあ、二輪駆動だか四輪駆動だかわからない、路面が刻々と変化していっても車がちゃんと追従してその路面を蹴ってくれるという仕掛けのものです。ただ泣きどころは値段が高いんですね。二輪駆動のアウディと四輪駆動のアウディの値段を単純に比較してみますと、なんと値段がですね150万も違うというのが、ちょっと辛いところですね。で、もう一つ今気がつきましたが、この ABS のカットオフスイッチがありまして、この ABS はこうボタンを押しますとABS が効いてるよというのが分かるようになっています。でこれをボタンを押すと ABS を、カットすることができます。これはいつか雪の上で車の走行性を試してみましたでしょ。そうすると ABS があった方が不具合だ、なかなか止まれないところがある。でそんな時には ABS をカットしてしまいましょうという仕掛けなわけですね。 ABS が効きっぱなしよりはこの方が多様に使えて、いいだろうと思います。本当に、まあ、ドイツの車っていうのは乗ってみるたびに憎たらしい、うまくできた、ところがあるもんですね。これで国産車と同じ値段になってしまったら、もうちょっと国産車は競争力がなくなってしまいますね。でこれが今までのセンターデフの代わりについた導線デフというの。そうでございます。トルクセンシングデファレンシャル。デファレンシャル。今までのセンターデフに比べると、はい、これは大きさではどうですか。大きさではだいたい同じですね。同じぐらい。はい。で今までのセンターデフというのは片刃の歯車が組み合わさってできてたんですね。はい、そうね。今度は実に複雑なもんですね。はい、スムーバの歯車があってその内側に、ウォームギアがあって奥の方を見てみるとまたウォーム芋虫ギアになってますね。そうですね。ウォームギアが2つに入ってますね。後ろの部分と前の部分と。はあ、はあ。それでここで。ワンペアあってここでワンペアあってあここにワンペア、はい、そうするとそれが3つ組み込まれてるわけですね。そうでございます。これは歯車が今までの歯車に比べると複雑で、なんとなくこう回転させると熱を持ったりなんかするような感じがするんですが、そんなことないですか。なんていうんですか、左右の回転差が非常に大きいときにはそういうことは十分あり得ると思いますけれども、はい、通常の走行状態ではそういう前後の回転差がそういうふうに大きくなるということは考えられませんので、前の車輪が1分間に200回も回って、後ろが止まっちゃうなんてことはないということですか。ですから、まあ牽引をする場合ですね、
前を持ち上げて、牽引をしますね、はい、その時に前の車輪が回らない時は、はい、牽引する距離とスピードが、決められております。なるほど、はい、強引にどんどん高速で引っ張ると、はい、動力が今設置してない方にも、はい、移って、そして危ないことになっちゃいけないっていうんで、はい、牽引はどのぐらいの速度まで許されるんですか。時速50キロでございます。50キロで引っ張れればね、高速道路でも大丈夫ですね、そして、これこの当選レフですが、はい、これはこういうふうに回っていて、はい、こっち側の軸を、まあ、これは前輪側ですか後輪側ですか。こちらが前輪でこちらが後輪になります。そうですか、この軸が前輪、はい、こっちが後輪、はい、でこれは、まあ、たまたまこう手で回しやすいようにこういうものがついてるんですが、本当はこれがずっと長くてその先に左右に突き出されて車輪がついてると、はい、いうようなものですね。でこれはこういうふうに回ってるわけですね。まあ、正確にはですね、はい、こういう感じで回ってますね。はい、こっち回り、こういうふうに回ってますね、はい、そしてこうすると前と後ろの軸、この前輪用の駆動軸も、はい、後輪用の駆動軸も 50%、50% で力が伝わってる、はい、どっちかに障害が起こる。例えばこいつをこう押さえちゃうと、はい、前は回らなくても後ろへ駆動力は行くと、はい、逆にすいませんがそっちに押さえていただきます、はいはい、そっち側が何か障害が起こってもこういうふうに前が動いてる。それじゃこれ逆に動かしたらどうか。逆にもいける。実に変なものを考えついたもんですが、今までのセンターデフに比べるとこれはどういうふうにいいんですか。はい、今までのセンターデフですと、トルク配分が常に50対50と、はい、もう一定だったんですね、トルク配分、はい、ところがこのトルクセンシングは走行状態によりまして、はい、25対75ぐらいの範囲の、はい、範囲内でトルクの配分が行われるということでございます。そうするとこういうふうにエンジンが回しますね。こっち側に抵抗がかかります、はいはい、で こいつはちょっとこう回りしぶったりなんかしても、向こう側はちゃんと待ってしまうと。そうですね、ちょっとゴルフしちゃいましたね、でこのものは丈夫なものなんですか。これは、まあ、それは十分テストしてますので、耐久性は十分と思います。そうですか、今までの車と車のセンターデフと ほとんど同じ位置にこれは組み込まれてるわけですか。そうでございます。そうしますとアウディのクワトロというのはデファレンシャルギア、作動装置は3つ持っていることになりますね。そうですね、前の左右の車輪用のデファレンシャル、はい、それから前の車輪へつなぐ軸と後ろの車輪へつなぐ軸のこう回転差をうまく吸収してやる、はい、このデファレンシャル、はい、それから後ろのワンペアの車輪の左右をギクシャクしないように、はい、作動させてやるギアのこう3つあるんですね、はい、ただ四輪駆動は、はい、これをこうやってみると分かる通り、どれかの車輪が一つピュンとこう滑ると、はい、他の車輪のトルクも、はい、まあ、完全に全部抜けるってことはめったにないケースですが、しかし理論的には抜けることになりますね、はい、まあ、例えば前輪の片側が空中に浮いちゃった場合には、はい、駆動力はゼロになります。そうですね、はい、他の車輪に動かない、はい、こいつが空回りするためだけにエンジンが働いちゃう、はい、でそういうのが不便だから、デフロックっていうものをこう今までやりましたね、はい、今までのやつこう引っ張るんでしたね、棒をこう引っ張ってやると、センターデフがロックされて、はい、さらに引っ張ると、はい、後ろの左右の車輪のデフレンシャルもロックされるというものだったですね、はい、今度のやつは真ん中に一つボタンがこうついただけで、はい、でも寂しいものになりましたね。あれはどこをどういうふうに何をロックしてるんですか。ですね、ボタンを押しますと、はい、リアデフがロックされます。はあ、はあ、こちらもロックしない、はい、リアデフだけ、はい、そうすると前の車輪の片っぽが浮き上がりました、はい、空転をしています、はい、エンジンはそのためだけに仕事をしています、はい、後ろをロックしたところで力は伝わらないんです。もう前前輪が完全に浮いちゃった場合は伝わりません。ああ、はい、潔くなっちゃったわけですね。今まではそれでもいけましたでしょ、センターデフ、こいつをこうギャッとロックすることで、無理に回すってことができたわけです。今までのでもですね、電流が完全にもう浮いちゃったような状態だと発進できません。ダメでしたか。はい、
あのそうするとデフロックってのは完全には働かなかったわけですか、センターデフロック。センターデフをロックすれば発進まで行けるんでしょ。そうですね、今度はこの当選デフになったらロック装置がなくて、はい、そしてセンターデフに当たるものをロックすることができなくなったんですね、はい、で不便じゃないですか。だけどそういうことはもうめったに実際の道路上ではありえないと思います。ですからあのいくら雪の上でもですね、氷の上でも多少のフリクションはあるわけです。どれかがこう触ってるよ、触ってりゃいいのよと、はい、ドイツ人もいろいろなことやったんでしょうね。あの学校子どもが今まで小さなもの取っちゃったんですからね。そうですか。ナウマンさんにもう一回会ってみたいね。あの人はセンターでフロックってのは格もいいもんだと言って、私は 4,5 年前にドイツで散々のが聞かされたんですがね、どうして取ったのか理由をもっとはっきり聞きたいですが、はい、まあ実用上では、そんなに、支障はない、はい、ああそんならば4つの車輪がそれぞれにツルンツルン滑っちゃうなんてことはめったにないんだから、リアのデフロックなんてのもつけない方が良かったんじゃないですかね。まああれはあのほんの悪路の脱出用というだけの役目なんですね。ですからスピードが25キロ以上に上がりますと、ああ自動的に解除されてしまいます。誰で高速道路で何度してもあれつかないからおかしいなと思ったんですよ。そうです。ああそうですか、はい、それじゃあ高速道路走ってますね、にわかの村雨で水がジョコジョコになった、後ろの車ワンペアの車輪はロックしてあった方がいいなっていう時にいくらあれ押してもダメ。25キロ以上では入りません。ダメ、はい、あそれでもあのドイツの人たちはこれでいいって言うんですか。そうですね、やはりあのある程度スピードが上がりますと、はい、リアのデフロックよりもあの ABS の方が大事なものことになってくると思います。 ABS ってのをくっつけましたからね、はい、とこれは四輪の、ブレーキが、はい、ブレーキを締めることで車輪が止まらないように、はい、してるわけですね。そうすると4つの車輪がバラバラな速度でこう止まりそうになると、それぞれがこう加えてたものを離しながら調整するわけですね、はい、四輪駆動と ABS の成立ってのは非常に難しいものだとされてましたね。そうですね、それにも関係あるんでしょうかね、このセンターデフのロックをやめたってのは。ABS を採用するためにはこの当選デフというのは非常に大きなメリットになってくると思います。あ、なるほどね。でこれは、このアウディの80のクワトロというものを買うと、この ABS、はい、日本語では何て言うんでしょう、アンチロックブレーキとでも言うんでしょうか ね、アンチロックブレーキは標準装備です。標準装備です。オプションではつけられない。もうオプションということはですか、クワトロはもう全部ついてる、全部ついてる、初めから、はい、アウディの80のクワトロをいつもの山坂道です。この左ハンドルっていうのはどうもこういう狭い道で勘がつかみにくいもんですが、まあ、幅は国産の小型車と同じぐらいですからちょっと慣れればあんまり問題ないのかもしれませんね、それでもやっぱり日本の道路には右ハンドルが向きなんですがね。で、こう山へかかってみますと1、2速が割合にローギア止めでエンジン高回転で使うタイプだなということは分かります。ともう一つはこの四輪駆動は癖のない四輪駆動で、あまり四輪駆動ということを意識しないのも済みそうな感じがしますね。それとタイヤの鳴り出しが四輪駆動の車全般的にそうなんですが、タイヤの鳴り出しが遅くて、そういう点でも四輪駆動のありがたみっていうのは、駆動力を有効に使うというところでやっぱりいいのかなというふうに思いますね。ステアリングはドイツの車にしてはこのパワーステアリングはやや軽めの設定だと思います。で、まあ、ドイツ車っていうのはこうローギアードなところがないもんですから、山坂道苦手かと思ってそうでもないですね。元気よく走りますね。
うすると松山さんもアウディのクワトロは、はい、センターベフロックはなくなりましたと、はい、言っていいわけですね。結構でございます。でそうなったのはそれじゃあアウディの100、200にもクワトロがありますよね、はい、あっちの方はどうなったんですか。詳しくは聞いておりませんけれども、はい、徐々に当選デフを採用するんじゃないかと思われます。ああそうですか、はい、まあ8年も9年ももう実験した挙句にこれがいいってことになったんだから、はい、いいのかも分かりませんが、しかしまあ日本ではねビスカス の使ったこの当選デフの役をするものをどうやってロックしようかってんで一生懸命苦労した時に、向こうはパッとこうやめられちゃうと、なんかなんとなく肩透かしくったような気がしますね。ところで当然これは新型になりましたから、今の物価の指数やなんかをまあ比べますと、ドイツでも 1% まで物価が上がってないんだそうですが、はい、値上がりになりますでしょうね。当選デフなんて新しいものつけたからこれも、はい、今のでも80クワトロに比べるといくら高く、まあ、値上がりというよりはこのモデルに対する値段がつきましてですね、それが544万8000円、これは東京での店頭渡しのお値段でございます、はいはい、従来の80クワトロはいくらでございましたか。従来のがそうですね、90万の違いです。90万円、はい、以前のとは。でこれはもうボディの高度がもう全部違いますからね。そうですね。ですから、まあはい、まあ名前は同じでも別物になったからと、はい、そうなんですね、全く新しくなりましたんで、はい、でこのツルンツルンのボディになったら当然空気抵抗係数なんてのはまた変わったと思うんですが、そうでございます、ね、この頃は空気抵抗係数なんてあまり話題にならなくなりましたけども、はい、ちなみにいくつぐらいになるんですか。0.29 とこう言ってます、はい、そうすると、はい、アウディの100と同じぐらい、100が0.3 でございましたから、はい、それよりも、はい、ちょっと、はい、さらに良くなったということですね。そうですか、はい、それがこのなんていうか卵型というんですかね、はい、そういう形になった大きな理由ではないかと思います、はい、アウディの90のクワトロってのもございますよね。はい、90のクワトロまだ入ってきておりませんけども、これからまた出てくると思います。そうですか、はい、とそれはイアナスのやっぱり扱い写真の中に入りますか。はい、将来でございますけどもぜひ入れたいなとは思っておりますが、はい、ただまだちょっと時期的にいつになるかがわからない状態です。あ、そうですか、はい、来年あたり向こうで2リッターが出てるようなんですけども、まだ日本に来る車としてはないわけなんですね。あ、はい、この車はちなみに、幅の寸法などは変わったそうですが、小型車の枠の中に入りますか。1m69cm5分ですから、ぴったり1センチ残して、ちょっとああなるほど、はい、そうすると、税制が変わらなくても今のままでも、はい、小型車の優遇枠内に入ると、はい、十分入るということですね、はい、特にこういう車はどんな方に使ってもらいたいと思いますか。そうでございますね、やはりややスポーティーって言いますかね、スポーツムードというか、はい、そういうものを持ったアクティブな方にぜひ乗っていただきたいなと。で以前のアウディというのが大変おとなしくて大変女性に好かれたということで、これはそれ対応としてもありがたいと思ってるんですが、はい、その中でもやはりより男性にも喜んで使っていただきたいと、まあ、いうことで新しいアウディ80というのが、まあ、そういう意味での一つのイメージ作りができてきておりまして、でそれをさらにいわゆるダイナミックなアクティブなムードといいますかイメージを作り上げるのがこのクワトロというモデルではないかと私も大いに期待しているわけでございます、はい、なるほどね、はい、でこれは、自動変速機付きはないんですね。はい、マニュアルトランスミッション5速だけだけでございます。それは世界中に、はい、そうなんだ。世界中にそうなんだ。日本だけじゃなくて。はい。あ、そうですか、はい、研究開発はしているようなんですけども、はい、なかなか四輪駆動となると難しいようなんでして、さらに継続して開発をしているようです、はい、あ、そうですか、はい、できるだけ早くこと期待はしておりますけど、私たちとしては、はいはい、そうですね、あんまり急いで作ってね、はい、またこう暴走したとか18人したとかって話が出るのもあんまり嬉しくないですもん ね。なんとかしかしやっぱオートマチック欲しいですね、日本で乗るのには。
ただ最近まあスポーティーな感じでマニュアルも十分お使いになれるんじゃないかと思います。まあ、スポーティーってのはどういうことがスポーティーだかこの頃分かんなくなりました、はい、急いで走ろうと思ったって走る道路はなくなりましたしね、なんでございますけども、先ほどからスポーティーって強調されるんですがドイツの車は別にツインカムでなくても何でも随分エンジンは威勢のいいエンジンですよね。はい、よく走ります、ね、この車も随分トルクがあって威勢のいいエンジンに感じますね、はい、あれはサービス技術の上からいくとどんなところが秘密ですか？あの特別にあの秘密ということはないと思いますけれども、あのやはりドイツの道路環境ですか、そういう環境を考えた場合やはりエンジンが非力だと車は十分にその性能を発揮できないということだろうと思います、うん、なるほどね、はい、今度は随分形が違いましたから外側のこの外皮といいますか外側の板では、従来と同じものってのは何か使ってるんですか？ボディ関係では全く新しくなってます。それでは何一つ共通点がなし、はい、それではあのプラットフォーム、あのフロアパンといいますかこの床板あたりとかですか？そうですね、やはりあのボディの寸法が違ってますから。あら、まあそうですか、今までの80クワトロに比べますと、はい、寸法の上ではどんなふうに違いましたか？寸法ですか、幅は増えましたかしらね。そうですね、幅は増えました。長さもですか？長さはちょっと短くなって。長さは短くなって、背の高さはどうですか？背の高さはちょっと高くなった。高くなった、はい。あ、それで随分たっぷりした感じになったんですよね。そうですね、高さが効いて、はい、うん、でただあのフロアはちょっとあの今までと違うのは、はい、あのこのクワトロがそのクワトロに使われるような形のですねものがありますね。だからセンターにあの非常に太いトンネルがついているなんていうのはちょっと前のとちょっと違うところかなと思います、ね。あーはー、はい、前は二輪駆動用のものと四輪駆動用のものの床は違ってたわけですか、はい、で今度は四輪駆動に全部共通になった。そうですね、はい、私どもがこの車をお借りしましてね、で、はい、VTR ロケで使って、遠慮しなく走ったんですが、もちろん乱暴なことはしませんでしたが、それで1リッターあたり 12.5 キロ走ってました、ですから丁寧にもう少しそのエンジンの回転を上手に使いながら、はい、走れば14キロぐらいは行くんじゃないかと思うようなでしたね。それから騒音は時速100キロの時透明でですね、はい、69ホーンでございました。あ、実はこの当選デフというのは音の出やすいギアの形をしているもんでもう少しこう子守音が出るかと思ったら意外に静かなもんなんですね、大変感心いたしました、できればなるべく早い時に上辺線を引き上げてくると、はい、女の人でも上手に乗れると思いますね。よくあのクワトロっていうとですね、すぐ雪道のところで安全だとかそういう言い方されますんですけど、実際にはあのそういうことではなくて、その普段の道でもその例えばウエストなところとか普通の山道だとかそういうところでも大変安全な走行ができる、これがあのクワトロでございますよね。そうですね、はい、どっちかに駆動力がいかない車輪があるなんてことじゃないわけですから、はい、それがこれでうまくあの配分されてトルクが伝達されれば、フロアは誰が考えたってより安全だろうと思いますよね、はい、お値段ももう少し安くなるように一つドイツの方と掛け合ってやってください。交渉が続けてます。